映画、テレビドラマを中心に俳優として活躍する岡山天音さん。この記事では岡山天音さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値をご紹介します。目次、岡山天音の出身高校、大学。岡山天音の出身中学校、岡山天音の出身小学校、まとめ、岡山天音のプロフィール、岡山天音の出身高校、大学、岡山天音さんは高校、大学へは進学していません。中学時代から俳優として活躍していた岡山天音さん。俳優の仕事に専念するために高校へは進学しませんでした。また、高校へ進学しなかったことより、大学へも進学していません。もし高校進学していたとすれば、2010年4月から2013年3月まで高校に通っていた岡山天音さん。この2010年4月から2013年3月までの間に、岡山天音さんは4本の映画、7本のテレビドラマに出演しています。高校に通っていたであろう期間は、岡山天音さんにとって俳優修行の期間だったと言っても過言ではないでしょう。岡山天音の出身中学校、中学生日記の頃の岡山天音画像引用。岡山天音さんの出身中学校は、残念ながら特定できません。岡山天音さんの出身地の国立市には、国立第一中学校をはじめ、第二、第三と、全部で3つの中学校があり、このいずれかに通っていた可能性があります。岡山天音さんは2007年4月に中学校へ入学し、2010年3月に卒業しているものと思われます。もともと学校が嫌いだったという岡山天音さん。そのため中学時代の岡山天音さんは引きこもりになったこともあるそうです。そんな岡山天音さんに転機が訪れたのは中学3年生の時のこと。たまたま受けた NHK 教育テレビ、Eテレのドラマ、中学生日記のオーディションで合格し俳優デビューを果たします。そしてこの経験から岡山天音さんは俳優の仕事に魅せられて、高校へは進学せず俳優業の道を目指すことを決意しています。岡山天音の出身小学校、岡山天音さんの出身小学校は、残念ながら特定できません。岡山天音さんの出身地の国立市には、国立第一小学校をはじめ、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八と、全部で8つの小学校があり、このいずれかに通っていた可能性があります。岡山天音さんは2001年4月に小学校へ入学し、2007年3月に卒業しているものと思われます。まとめ、この記事では岡山天音さんの学歴、大学、高校、中学校、小学校、と出身校の偏差値をご紹介しました。映画、テレビドラマを中心に俳優として活躍する岡山天音さん。岡山天音さんの今後の活躍に注目しましょう。岡山天音のプロフィール、岡山天音のプロフィール、本名、岡山天音。生年月日、1994年6月17日。出身地、東京都国立市。身長、175センチメートル。血液型、AB 型。所属事務所、ユマニテ。